はい、じゃあ次。今回も楽しく拝見しました。二人の言葉のやり取りがいいです。これ結構何人かいたよ、ね、多いかも、これ系は。嬉しい、嬉しい。なんかうちらの動画って基本的に自分たちではあのそんなこう面白いことって言えない、言えてない感が、うん、そうね、うん、すごいあるので、そんな中でもこの二人のやり取りが面白いって言ってくれる人がいるのはすごいありがたいですよね。嬉しい。やっぱ楽しくいつも見てますっていうのが本当に嬉しい。うん、そうね。なんか楽しんでもらえてるなって、私たちも楽しんでもらえるような動画を作りたいなって思ってるから、うん、純粋に嬉しいよね。純粋に嬉しいです。嬉しい。ありがとうございます。次のコメントもなんか似たようなやつじゃないかな。あ、本当だ。そう、次のコメントも二人のやり取り面白いですね。うちなんちゅにはない雰囲気がたまりませんね。ああ、そうなんだね。やっぱこの俺の独特な秋田のなまりだべな、うん、絶対そうだよ。と渚さんもでもさ、動画見るとなまってないふりしてちょいちょいやっぱ実はなまってる。ちょいちょいね。なんか結構言われる、秋田の友達にもなまってましたみたいな。なまってますよとか。多分なまりはそんなにある方ではないけど、そう、俺よりは少ないけど、ちょいちょいこう動画編集してる最中にさ見つけるんだけど、あ、こいつもなまってる、ちょっと なんか全然なまっとるやん、イントネーションなまってる、そうそうそう、イントネーションがあるんで全然なまってるじゃん。あるんだよな、うん、確かに、うん、まあ、完全のなまりがね本当にすごいんで、まあ、ちょっと俺はなもう完全に濁点つきまくりのガチガチの秋田弁だから。そうだね。これもいけないよね、治らんだ、これは。まあ治らないでほしいけどさ、まあ、秋田弁をこれからも全面に出してYouTube 撮影していくのでよろしくお願いします。でもさ、なんか沖縄の人にさ、和也の名前なんか名護の名前に似てるって2人かくらいに言われたよね。あ、言われた、うん、なんか似てるんだと思って。どうですか、似てますかね。名護の名前を聞いてみたいですね。ね、うん、名護の名前あんまり聞いたことないかもしれない。てか分かんないよね、そのどこの訛り、どこの訛りっていうのは、うん、そうですよ、ね、うん、沖縄の中でもやっぱ違いがあるみたいだから、うん、国神とかの、うん、聞いてみたいですね。そうです、はい、次のコメント、はい、あ、これは秋田県の人からですかね、うん、めっちゃ訛りが大館じゃないですか。自分らも移住考えてますが、仕事決めずに移住をしたいと思ってます。決まってない中住むところを確保するのって難しいですか。はい、これはもうね、私たちも仕事決めないで移住しましたよ。ああ、そうだね。そうだよ。あ、そうだわ。こっち来たからですよ。そうだわ、うん、だって面接だって受けに来れないし、移住してからじゃないとやっぱり無理だから。確かに、うん、そうだね、うん、じゃあ結論から言うと、仕事決めなくても移住できます。できます。まあ、アパートさえ決めちゃって、なんかアパート、友達とかではアパート決めずにまずシェアハウスに住んでから、あ、でちょっと落ち着いたら仕事とかも決まったり、なんか落ち着いたら自分の、あのアパート決めて引っ越す方もいるし、うんうん、ホテルにいたって友達もいたよね、最近知り合った友達、めっちゃ金かかったっつって、ね、ホテルはちょっとやっぱりだったらシェアハウスの方がまだいいのかなって確かにと思うんだけどね、うん、まあ一番いいのはやっぱりその移住前の土地にいる時からもアパートとか確保しておけば、まあスムーズにあまりこう苦労することなく移住ができるから、うん、できればやっぱそっちの方がいいのかな。まあ、うちらもそうだったしね、うん、まずネットで沖縄はなんか内覧しないとやっぱキャンセルが出たりするから内覧しないとダメっていう不動産が多くって、でそれでネット、大東建託はネットで内覧もできるし契約もできるので、まずあのね、そこでネットで内覧もできたんだっけ。ネットでもできる、見たんだっけ、ネットで内覧、うん、内覧なしで契約できるんじゃなかったっけ。できるし、ネットで内覧もできる。だからそういうところで契約してアパートだけ決めて、で荷物ももうそこ宛てに送ってから来ましたね、私たちは、うん、ぜひあの移住の、秋田から移住してする動画も出してるのでぜひ見てください。そうね、やっぱこう、車の輸送会社、うん、船での輸送会社とかもそっちの方でね、こう順序立てて Vlog 出してますのでよろしくお願いします。そちらも見てください。次、沖縄を愛してることに感謝しています。これからも世界の人々に沖縄の自然、美しさ、宣伝よろしくお願いします。沖縄移住したことに感謝しています。これからも応援してします。ありがとうございますですね、本当にめっちゃ嬉しい。これ涙がちょちょ切れるコメントですよ、ね、本当に嬉しすぎます、このコメントは。
なんかうちらの動画に結構多いのがやっぱりあの沖縄のその自然をこう宣伝とか動画で見せてくれて、宣伝してくれてありがとうございますっていうのは結構多いよね。いや本当に嬉しい。こんなにでも素晴らしいやっぱ海があるから、まあ私たちも来たっていうのもあるんだけど、この海にね引き寄せてもらって移住できたっていうのもあるから、まあね、私やっぱサンゴもやっぱ守りたいから、宣伝したいけどサンゴもこうみんなで守っていけるような宣伝の仕方もちゃんとしなきゃなっても思ってるし、やっぱほら日焼け止めだったり、あのサンゴ破壊しない、ね、そうそうぶつけない踏まないとか、そういうのもちゃんともっと宣伝しなきゃなと思ってるので、ぜひあの応援よろしくお願いしますこれからも。そうですね、やっぱサンゴっていうのは再生にとてつもない時間を要する生き物なので、むやみやたらとこのそのロングフィンとかやっぱりね、沖縄来たら履く人多いと思うんですよ。やっぱ慣れないうちのロングフィンだとね、長さに慣れずにサンゴに当てて破壊してしまったりとかあるので、細心の注意を払ってスキンダイビングなり素潜りするなりね、楽しんでもらえたらなと思います。あとね、やっぱ海はちょっと危ないからね、そういうのも出せたらいいなと思ってるんですけど、やっぱ美しいだけではないので、うん、そうね、命も奪われますのでね、本当に気をつけないと、ね、やっぱり海峡のチェックとかね、油断しないことですね、海は。そうですね、でも本当に嬉しいですね、うん、沖縄移住したことに感謝しています。いや、そう言われるともうたまらんな、本当に嬉しすぎるよ本当に。なんかそんなこと逆に言ってもらえて私たちでよかったのかなとか思っちゃうし、ね、ありがとうございます。本当に励みになります。本当にありがとうございます。嬉しい。じゃあ次あれ、たまに拝見してますよ。旦那は痩せすぎてませんかね。沖縄暮らしでストレスのせいかな。どうなんですか。これ結論から言わせていただきます。違います。あのこれ心配された。沖縄に来てからとかじゃなくて元からなんです。いやこれもう体質です完全に。これはもう私より細いですこの人。多分ねこのコメントをもらった時点での俺の体重っていうのが実際46キロくらい。今でも最近太ってきたんですよ。またなんかいろいろ完食とかしてから今動画撮影時点での体重はねおそらく50キロ。ちょっと私は太ったので50キロより重いです。私の方がまあ俺が太っても結局なぎさの方が重いことにはね変わりないんですけど。嫌ですよ私だって痩せすぎて心配されたんだよ、ね、コメントで心配されるほどガリガリに見えていると。いやでもガリガリだよだって、うん、まあガリガリエヴァンゲリオンじゃん体。エヴァンゲリオンはもっと身長高くないとエヴァンにはちょっとね、まあ、ほど遠いな。俺ちっちゃいからね。ミニサイズのエヴァンゲリオン、まあ、細さ的にはちょっと、うん、エヴァンゲリオンのような体型こんな感じよ。ガリガリだな、うん、羨ましいな。なぎさほど服用感になりたいもんですわ。じゃあ私の方が食べてないんですよこの人より。なのに太っていくし、だしあの仕事もね割と動く仕事してるのに太っていくし、本当に嫌になりますね。まあこれに関してはね言わせていただきますけど代謝の違いですね。あのじゃあ俺ラーメン食って汗かくんですけど、なぎさラーメン食っても汗かかないんですよ。かく人も少ないって。嘘やん、うん、いやでももっといると思うよ。もう必然的に代謝の決定的な差が私たちの体重差を決定づけています。大丈夫です、ストレスにならないので心配。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。もし悪そうだったら病院行きます。はい、次。あ、これは、はい、じゃあ次のコメント。宮古の母ちゃんが倒れた時、宮古では手術できる医者もいないとなり大変でした。ドクターヘリも容易に飛ばせず交渉しましたが結局飛ばしてもらえず、自分らくも膜下出血で重症の母を連れて飛行機など全て手配して本当の病院に移送しました。めちゃくちゃ大変でした。実際離島からドクターヘリを飛ばすのにはかなり難しいです。なので永住なら本島一択かなと個人的には思いますね。遊びや一時的な移住は離島も面白いと思いますが、あといろんなコメントあると思うけど頑張って。
これはね、あのお知り合いの方からのコメントなので、こう頑張ってというコメントも最後に付け加えていただきありがとうございます。海系 YouTuber のね、そうです某有名インスタグラマー YouTuber の方です。いやでもこれ見て、そう、確かにそのこと考えてなかったなと思って、まだ私たちは そういうことがないから、うん、あんまそういうお世話になったことがないから、病院に、まあね、ここまで確かに考えてなかったなって。そうね、ここは、うん、まあうちらが出した動画があの離島か住むなら離島か本島かっていう動画に対してのコメントだったんですけど、ざっくりうちらは施設がやっぱり少ないかなっていうのは言ってたんですけど、うん、確かに ね病院確かに離島だとさらにヘリ使ったりとか緊急、そう、緊急時の場合大きい病院がないんだよね、うん、確かにそう考えたら本当がやっぱり安全かなって、安心安全かなって、ね、うん、改めて思いました。確かにね、こう離島の魅力っていうのはすごい離島にしかやっぱないんですけど ね、やっぱ大自然が残ってたりとか、うち、ん、も迷った、うん、宮古島もいいなと思った、うん、確かに、あ、そう、そういうこと考えたらそうなんだなって思いました。そうね、やっぱ緊急時の対処の仕方を考えると、うん、楽なのはどうしてもやっぱり本島に軍配が上がってしまいます、うん、確かに、だから本当にこの、ね、方の言う通り、一時的な移住であれば離島も確かに面白いと、うんうん、魅力あるんじゃないかなと俺も思います、うん、永住となるとね、確かに本島の方がね、楽だよな、絶対、うん、ね、何かと、いろいろライフラインも揃ってるし、うん、お店もいっぱいあるし、まあ俺伊平屋島とかやっぱり離島に行った時に思ったのが、スシローねえじゃんと、マックもねえやん、まあね、食べたくなったらもう、そう、むしゃくしゃするしね、そう、じゃん、やべえ、スシロー行きて、確かに、フリーで行くか、スシローのために映画館もないしね、私は映画も好きだからね、そういうとこ考えたら施設的にね、うんうん、やっぱそう、そういうこともあるんだなって勉強になりました、うん、ありがとうございます、コメントありがとうございます、勉強になりました、これはありがとうございます、うん、はい、じゃあ次11分8秒からの内縄芝居グッド。確かに沖縄にも寒波襲来してて寒かったので、さすがに移住3年目の秋田県民でも震えますよね。この時期雪国をディズニーランド並みに憧れてる能天気なうちなんちに雪の大変さ等についていろいろ教えてください。空から落ちてくる雪を見たことがないうちなんちより。おー、そうだよね、これはあれかね、あの那覇のホテル山水中に泊まった時のコメント、うちなん芝居がね、ありがとうございます。あのニフェデビルなんだっけ、メンサルヤッシュ、そうそうそう、ATM のそんな芝居もしましたね、うん、あの時めちゃくちゃ寒かったよね、うん、確か寒波が今年はなんか短く来てる気がする、うん、2、3回来たよね、暖冬だけど、うんうん、雪の大変さはね、本当にゴリゴリですもん、まあ、あの私は楽しく扱えば楽しいものでも、うん、やっぱ冬のアクティビティとか、うん、スノーボードとかね、スキーとかあるんで、うん、スポーツね、うん、まあ雪の日々の大変さは、ね、いやもう本当に私はまず朝起きて雪かきスタートでしょ、あのまず車が出られない、うん、出せない、ね、出せないから、でしかもカチコチになったりしてるから、本当に硬いやつをガン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 ってやって、あのやんなきゃいけない時もあるし、車の雪も下ろさなきゃいけないし、吹雪もその時吹雪いてて、で車に乗ってもめちゃくちゃ怖いんですよ。で私はもう滑って、あの5メートルぐらい下に転落して廃車になったことがあるんで、やばいな、本当に怖いよ雪の運転は。だから本当にこっちに来て、あの雪がない冬、本当に運転いつも最高だなと思ってる。そう、あの、うん、運転の怖さっていうのは、そのまあ雪積もりました、はい、朝除雪車が除雪します、除雪車が通った後がすごいガチガチに固まってて、ツルツルなんだよね、そうで、ボッコボコしてるの、チェーン入ってるから、うん、あの軽自動車だと軽くて吹っ飛ばされるんだよね、ハンドル効かなくて、そう、ザザザザザザ、そっから離脱して道路から落ちる人もいるし、そう、軽は特に危ない、そう、私も何回も横になりかけたけど、ザザ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 って、でも、もう本当にもう朝から大変ですよ。あとね、ホワイトアウトですよ。よくニュースとかでも、新潟とか高速とかで立ち往生とかしてるけど。あれ本当に怖いよ。やばいよね。目の前が真っ白で何にも見えなくて、
もう前に車がいるかもしれないし、だからもう自分も動けなくなって、まあ、止まったりハザードつけて止まったり脇に寄せて止まるけど誰かが突っ込んでくるんじゃないかっていう怖さもあるし、そうだからハザードつけないと絶対ホワイトアウトの時は運転しちゃダメ。だからもうこんなガチガチで運転するんですよ。 そしたら腰も痛くなって、肩張ってね、そうこっちも肩も凝って、もうこんなんしてこんなんして運転しないといけないんですよ。もうだから本当に運転が最悪。そうめちゃくちゃ運転最悪、しんどいよね、マジで。冬の運転は疲れる。しかもめっちゃ渋滞してるし、はい、朝早く出なきゃいけない。だからあと車にエンジンスターター必須です。あっちはね朝はね、あの窓も凍ってて、そうそうそう、あのワイパーが動かないの、そもそも凍ってるから、ヒーターつ、な、あの窓にヒーターつけて温めておかないと。そう溶かすんですよ。そうね、 目の前見えないからじゃないと発信できないよね、それも。本当スノーボード以外は本当に雪はもう本当にいらんって感じで、うん、雪山だけに雪降ってくれないかなっていつも思ってたし、ね、とにかく寒い。もう分厚いぞ、ダウンも着なきゃいけない、うん、パーカー、ニット、極暖、あのダウン、あと冬の灯油代がやばい、うん、だって2ヶ月に1回多分4万くらい消えてるよ、うん、灯油代で。そうだよね、うん、その他に電気、エアコンの暖房をつけて、そうそう、電気代も高くなるし、やばいし、めちゃくちゃ金かかる、うん、だからこっちの方がね、雪、うん、あの冬全然お金かかんないから、光熱費が、ね、最近電気代も3000とか4000くらいだ夏の方がさえかかるよね、夏やばいな、クーラーかけるからさ、うん、こっちの冬は全然お金かかんないなって。そうね、こういう風に着込めばいいしね、うん、寒かったら家の中で、だから暖房つけてないです。そうね、暖房つけてなくても半袖短パンです。でも寒い寒いとか言ってるけどじゃあ着ろよっていう話なんだけど、でもね着たくないんだよ長袖は、意味が分かりませんまあこんな感じですかね、雪の大変さはね、うん、はい、じゃあ次、うん、ほんま今回の2人はラブラブで癒されました。渚さんお酒強いねせっかくの楽しい夜なのに旦那さん酔いつぶれて笑ってしまいました。でも最高に良かったです。あれだね、山水那覇のやつ、ね、これもねそう、あのそのホテル山水那覇っていうホテルの14階最上階にスカイバー的なのがあるんですけど、夜景を見ながらね飲めるっていう、3時間飲み放題やったっけ。この間うちらのチュラトクっていうサイトで予約して行ったら3時間飲み放題ですよ。3時間、その中で俺が飲んだ時間って多分10分くらいすぐ寝たしな、もうこいつすぐ死んだしな動画的にねちゃんと起きてるよって話ですけど、そうだよ、私は一人で寂しく飲みましたよ、話し相手もおらずに一人で多分ずっとカキピーとスマホ見ながらカキピー食って飲んでってしてた。渚の相手はカキピーでした。かわいそうに。本当にかわいそう。いや、お酒は私は強くはないんですよね、もともとは、うん。だけど本当にあの居酒屋行って3杯くらいで昔はもう頭痛くなっちゃって全然飲めなかったんですけど、うん、なんか酔う楽しさを知ってからこうどん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 飲んで飲んで吐いて飲んで吐いて飲んで吐いてってしてたらすごい飲めるようになって、まあ強くないけどたくさんは飲めるよね、結構最初よりは強くなったっては言えるんだよね、うん、そう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 、うん、俺はそのやっぱ飲んで吐いて飲んで吐いての吐いてもう無理、こんな気持ち悪くなりたくないもうっていうのでやめちゃうから強くなりませんまあね、気持ち悪くならない程度が一番いいんだけどね。そう、なんかよく北国の人お酒強いって言われるけど、うん、弱い人もいます、うん、いや関係ないと思う、沖縄でも弱い人は弱いし、うん、沖縄もそうじゃん、うん、なんかお酒強い人が多いとか、でもそんななんか弱い人もいるからやっぱ、まあね、どこ行っても同じだな、同じだしね、やっぱりそれはただなんか渚からこれで聞いた話だと、あのロシアとか寒いところの方って、うん、寒いからアルコールで体を温める、強いアルコールウイスキーとかを飲んだりして体を温めるみたいなのがあるから強いイメージがもしかしたらあるのかもしれない、うん、補足でした次、あこれこれ本当に最近で ね、すごい嬉しかったです。これはありがとうございますっていうようなコメントなんですけど、これあのうちらがありがとうございます本当にこれスーパーサンクスで500円送ってくれた方がいたんですよ、初めて。そう、初めてだったの、うん、こうやって送ってくれるのかびっくりしたね、え何何みたいな、しかもこの動画にみたいな、そうなんかテントの紹介じゃない、あかなだっけ、しかもあっちがありがとうございますって言って500円を送ってくれてるから、逆になんでってありがとうございますこっちなんですよってすごい思ったね。いや本当に嬉しかったです、ありがとうございます本当に。ねこれからも
応援してもらえるように頑張って動画作りも頑張っていくの で、 そうです、ね、続けていきたいなとは思っていますので、うん、どうかこれからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、じゃあ次のコメントいきますか。はじめまして、私はうちなんちです。ヤンバル大好きですが行くことができません。 YouTube 映像を見るのが楽しみです。また大自然の映像を楽しみにしています。やっぱ大し、こう自然の動画楽しみにしていますっていう方多いですね。ねえ、うん、いや嬉しいです本当に。し、意外と思うのが、うん、うちなんちの方が見てるのが、ね、多いっていう、ね、うん、それは本当に意外でしたね。なんか結構うちなんちの方もコメントいっぱいくれるから、そう、なんかうちのうちの人の方が見てるんだなって。てっきり移住したい人の方が、ね、うん、そうね、そうね、見てるのかなって思ったんだけど、うん、コメントくれるのがこう、うちのうちの方がすごい多いなっていう印象があります、うんうん、でも行くことが何か理由がねあって、うん、できないということなので、うん、YouTube の映像でこう楽しみにしていますと、うん、本当に嬉しいです。一緒になんか行ったつもりになってでもいいし、うん、なんかそういう風に見てくれたら本当に嬉しいなって思って、でこう心をこう癒してくれるとか、自然、ね、うん、自然でヤンバルの自然でね、そういう動画をお届けできるように頑張りましょう、うん、これからも。ただね、そのために必要な兵器を、我々は一つ大事な兵器をね、伊平屋島で失ってしまったわけなんですよね。ドローンちゃんを、そうね、あれは本当に壮大な自然を映すのにすごいね、頑張ってくれた。そうね、うん、思い出してしまったよ。不慮の事故でお亡くなりになってしまった。不慮の事故本当に、そうね、バッテリー切れという、あと一歩のところで救うことが、そう、できなかった、ね、またお金に余裕があったら、ね、次のドローンとかもし買えたら、また壮大な自然の動画を皆さんにお届けできるので、ちょっとね、ドローン映像とかその時まで待っていてください。はい、はい、次。あ、終わった。終わった。終わっちゃいましたね。ああ。とね、今回ピックアップさせていただいたコメント、まあ、すべて、大体全部で、まあ、約20件くらいでしたかね。最初はね、10件くらいにしよっかって話してたんですけど、意外とこう、選んでたら20件くらいになっちゃって。ね、これもこれも、あ、これもとかってなっちゃって、ね。あ、そうそうそう。嬉しいコメントもあり。うん、まあ、アンチコメントもあり、ちょっといろんな色のコメントがある中で、ちょっと今回、いろんなコメント返しという動画をさせていただきました。でもなんか本当、いろんなコメントもらって、やっぱ私たちも嬉しいなって思ってるし、まあ、アンチもいるんですけど、まあ、やっぱ伝えていけたらなって、またね、いろんなことをあったり、まあ、ね。アンチに負けず、雨にも負けず、宮沢賢治バリの気持ちでこれからも頑張っていきます、うん、いつも応援してくれて見てくださる皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんがいるから私たちは頑張っていけているのです。そうです ね、またね、コメント返しの動画とかね、定期的にでもないけど撮っていければ、うん、普段忙しくてなかなか返信とかねできなかったりするので、またの機会にコメント返しまたしていこうと思いますので、もしなんかね、聞きたいことがあったら、まあ、コメントで言ってください。あとリクエストも受け付けていますので、うん、コメントはいつも見させてもらってます、私たちは。そうね。なので、ぜひ、どんどんコメントくれたら嬉しいです。お願いします、コメントも。セバ。今日は、この辺で、まつー。ありがとう、いつも。応援ありがとう。ありがとうございます。よろしく、これからも。